能力を、ね、知ってもらえればなと思っております。はい、まずはですね、セイウチの目から見ていきたいんですけども、色ほどございまして、まあね、なかなかこんな大きな生き物こんな近くで見る機会ないかなと思うんですが、ただですね、セイウチの女の子大きくなると1000キロを超えていくような子もいますんで、実はこれでもまだつららちゃん小柄な方のセイウチになりますね。はい、まあ、そしてですね、セイウチの特徴なんですけど、体の大きさ以外にもいろいろケーブルを使ったハンドサインと呼ばれる合図を使って、まあ、つららちゃんとね、こんな風にコミュニケーションを取ってるんですけども、ちょっと改めていくつかね、見せてもらいたいと思います。はい、セイウチとは言葉が通じないので、こういうサインを使ってコミュニケーションを取って、こんな感じでね、はい、毎日コミュニケーションを取っています。まあ、これはね、よくイルカショーなんかにも見るね、コミュニケーションの方法かなと思いますね。はい、まあ、アシカショーをご覧になったお客様もいるかもしれませんが、動きがね、多分全く違うと思いますね。はい、あっちに比べるとだいぶゆっくりなんですけど、まあ、これもセイウチの一つの特徴ですのでね、はいはい、ぜひゆっくりですが見ていってあげてください。さあ、続いて今度はですね、耳に行きたいと思うんですが、耳がね、すごい小さいんです。はい、お願いします。はい、いきます。投げキス、せーの、おーの、せーの、はい、ありがとうございます。せーの、いけ、おしゃれね、おー、うまいうまい、うん、はい、以上です。